ハーフタイムの審議、ボイチではなくタケサスガの経験値と話題。チームカムがイラン戦の舞台裏を公開。ハーフタイムでは久保がチームメイトに指示を飛ばす様子が収められていた。こっちの方が攻撃力高いし、俺がボランチ見てアヤヨ君が左のセンターバック見て、キック力ない4番に蹴らせる。ロッカールームで、森保監督やコーチは何をしているんだろうな。久保が話しているシーンの時も、森保監督はうろうろしてただけだし、カットしているだけかもしれませんが。久保はプレーも含めてやることはやった。素晴らしい。だから、後悔はない。になる。森保監督、反省はあるが後悔はない。とか言葉遊びはいいからちゃんと采配不足を認識してくれ。結局、ロングボール対策が全然できてなかったよね。この行いは森保さんにとっては少々、出過ぎた真似。だったので久保は後半交代させられることになりましたね。そして代わって入った三笘、南野にボールが渡ることなく敗戦となりました。指導者も海外に出ていくべきだな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。